ブヤズニキの紋章、ブヤズニキは、ロシア連邦、ブラジーミル州の東部にある都市。丘側の大きな支流、クリアー島川の右岸に立ち、州とウラジーミルからの距離は東へ1 2 0トルモスクワとニジニノブゴロドを結ぶ鉄道が通る。モスクワからの距離は3 1 5トルシベリア鉄道へ向かう列車の多くがこの路線を通過する。 またモスクワ・ニジニノブゴロド・カザン・ウファを結ぶ、ロシア連邦道路 M7 も通っている。人口は4398人。ブヤズニキは、中世の要塞ヤロポルチャの跡地にある。クレアー島川を見下ろす高台にある、この要塞は12世紀頃の創建で、クレアー島川の重要な河口である、スタロドゥブナクレアー島とゴロホ別の中間に位置し、北東ロシアの中心である。 ウラジーミルスーズダリ大公国の首都ウラジーミルを東からの侵略から守る戦略的に重要な要塞であった。1672年には133人の住民がいたヤロポルチャは1703年には火災で放棄され近くの集落ブヤズニキに併合された。商人の集落であるブヤズニキは1608年の文書に書出し、1622年以後。 火山の生信女の遺婚への巡礼者が来るようになった。1778年には、エカチェリーナ2世の地方行政改革で死となり、ウラジーミル県に属した。ブヤズニキは、天の栽培取り年製品や、アサ製品の製造、遺婚製作、木工、園芸などで栄えるようになった。町には木彫りを施された古い木造の家並みが多く、古い聖堂もある。 1670年創建の火山の生新女聖堂、1643年以来の生新女福音修道院、町のラインドマークでもある1682年から1689年にかけて建てられた精神女福音大聖堂が立つ。30キロメートル北西に離れたムスチョラの村は、ロシアの民衆芸術と伝統工芸の村として知られる。 ブヤズニキの主な企業には、繊維工場、繊維機械工場、自動車部品工場、家具工場、食品工場などがある。宇宙飛行士、ワレリーク・バソフはこの町の出身である。ありがとうございます。